協力者たちを鍛え上げた。あれ明らかにキュービー、コマさん、ジバニャン、吹雪姫、メラ野郎。彼らが接触する怨霊たちのパワーを吸収し。何メラだけそのまんま。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、ふう、行くか。今のところ破壊や DX はなんとか抑え込むことができている。だがそれもいつまで持つかわからん。一刻も早く破壊や DX の最深部に行き、コントロールパネルの制御を奪うんだ。ほら、さっき一気に行った方が良かったんやない。まあ私も戻ること推奨してる。今度はマゼラとの直接対決になるだろう。うわ、ついに。油断するな。そして必ず生きて帰ってくるんだ。それはもちろん。マゼラ師匠もちょっとこっち向いてくれてもいいんじゃないかな。最終決戦、果てしなき闇のマゼラ。エンマ代理事長とヌラリヒョンの尽力によって、破壊ヤー DX はなんとか地球への衝突を免れている。手遅れになる前に、破壊ヤー DX の最深部に向かい、待ち受けているマゼラを必ず打ち果たそう。マゼラを打ち果たし、全宇宙の未来を守ろう。お、神経検知ボール。素晴らしい。いつか見た光景がまた。よし、ついたな。ついたよ、ついたよ。今度こそマゼラをぶっ倒してやるぜ。行きますか。破壊や DX を取り戻さなきゃ。もう俺たちだけの問題じゃねえ。こいつは宇宙をかけた戦いだ。目指そう、最深部のコントロールパネル。行くぞ。行くぞ行くぞ。アースウォーカーノア。結局南極。アースウォーカーノア。待って。あれ？なんか手前に来とる。え？てか目的地こっち？必要ないってことやん、これ。おらおらおら。必要ないってことやん、まったく。よし、行きましょう。あれ？ん？もうコントロールパネルなんやけど。え？早くない？待ちくたびれたのである。転送された場所違うってこと？似たような場所やったけど。あれは？マゼラ！来たよ、来たよ、ついに。まったく。ここまで私を手こずらせるとは大したものだ。口動かんのやね。私は多くの星を喰らい、あれ動きよった。その星に宿る生命を。え、なんかさ、あれじゃない、でっかい画面の方さ、口の動き止まるが早くない？誰もが我を恐れ我が前に。何それ、下ずっと喋りよるのにさ、上なんか途中で腹話術みたいになるんやけど。なな、お前たちはどうだ。気持ち悪いなぁ。あれもうさ、あの頭から生えとる、首から生えとる、あのうにょうにょう、どれを取っても、あれが足でいいんじゃないかな。なんかさ、あれやん、この長いやん、縦にバランス悪いよね。存在を消す必要があるのである。やめてよ、地球をってことやろう。消されるもんか。うんうん、そうだ、お前になんか負けないっしょ。そうだそうだ。なんかこんだけ絶対的な力を持つ勢ぞろいでやってきとんやけんさ、どう戦うというのか。なんかみんな切り替えて、して今までよりもすごく強くなったんだ。いいんですけど、私強くなった。ね、だってこれぐらいの束でいってもいいぐらいじゃない。その程度でラスボスやろ君。この笑い方すごくいいな。バカも休み休みイエティなのである。何シャレ言い出したんやけど、そういう感じ。そこなしに弱いな。人兵と気が合いそうやね。滅法弱いになった程度である。舐めやがって。シャレまで言う余裕が。ごたごたごたうるせんだよ。いいか、よく聞け。なんかマタロウすごく目が死んでるよね。大切な仲間がいるY学園を守る。そして地球に平和を取り戻してみせる。でも今のところさ、今のところっていうか多分ずっと最後までなんやろうけど。え、なに？スーパーサイヤ人に。ついさ。ようやくこの時が来たか。なに？乗り込んできたんやけど、自分もこれるんや。エンマ大理事長じゃないんやね。エンマ大理事長？そっか、エンマ大理事長。
もうなんかいつもあれなんよね、言いづらいんすよそのイントネーション。お前がブラックホールのパワーをその力の根源としているように言ったと思う、多分人兵にも無尽蔵の力の根源が生まれたのだ。何、どこから、何、どこに生まれたの。お前たちは初めて地球にやってきた時、地球上で最も力を持つ妖魔界を滅ぼした。地球侵略の第一歩のつもりだったのだろう。しかし、人間からしたら全然よく強い力を持った魂たちは滅んではいなかった。別の存在として転生し生き続けていたのだ。あ、やっぱりあれなんやね、そういうことなんやね、転生なんや。俺も Y 学園に身を隠し、YST 能力者たちを鍛え上げた。あれ明らかにキュービー、コマさん、ジバニャン、吹雪姫、メラ野郎。彼らが接触する怨霊たちのパワーを吸収し、何メラだけそのまま妖魔界の復活に必要なパワーを集めてきたのだ。人間に転生していたんだね、みんな。そして再生した神聖妖魔界から送られるパワーが今人兵の力を増幅させている。てか妖怪って死ぬの、死ぬの。世界を再生しただと。妖怪ウォッチの時も倒しちゃった。どこに、私は地球を監視してきたが、そんな世界などどこにも再生されてはいないのである。隅々まで見れるってことなんかな、すごやば。なんだそういうことか、やっとわかったぜ。こんだけすごいパワーが出よってめっちゃ笑顔ってすごいね。俺の体の中でジンジン響いているでっかい何かの正体がよく意味がわからないのである。つまりさ、俺に力をくれてる世界はここにあるってことだろ。ここ、え、どういうこと。ま、実はあんまりよく分かってないけどさ俺の中で新しい世界が工事中。人兵の中で、マジであれですか、働く細胞的な。そこにいる強い妖怪たちが俺にパワーをくれてるってことだろ。働く細胞的な感じで体の中に世界が広がってるの。そういうことだ。アパートは取ったりとかするのかな。一つの生命体の中に世界を再生だと。バカ、ありえん。いや、ありえるよ、ああいう世界観があるけん。こんなことができるのはありえるよ。時空を操る力を持つミケッティオのみ。ミケッティオのおかげでってこと。私はそれを Y サークルに封じていたのだ。三つの存在に分けてな。もともと3匹なわけじゃなくて、エマが分けたんだ。3匹の妖怪。それまで3匹の妖怪は存在せんかったんやね。そうだ、つまりお前は小さな力を見過ごした。そのせいで史上最強の存在を誕生させてしまったというわけだ。まああれよね、1匹でもかけとったらだからといってミケッティオは復活せんかったってことやもんね。お前たちごときが私を倒せるわけがないのである。だったらやってみろよ。うわー、なんかさらにすごいことに、みんな吹っ飛ばされたりとかはせんのやね。ん、メダル、え、変身メダル、漆黒丸を手に入れた。何、新しい変身形態来たんやけど。神聖妖魔界のすべての妖怪たちよ、今こそその力を集結させる時だ。おう、神妖魔界のすべての妖怪たちの力がここに集まるってすごくない？やっつけれんかったら無理やろ。てかみんなもなんか聞き出し始めたんやけど。あ、二人は出てないけど。いや、クーカちゃんもか？来るよ来るよ、新しいの。でもさ、せっかくあれやん、武器とか技とか揃えてきたけど、またもしかしてメダル1個とかじゃないよね。それはきつい。アースウォーカーが基本元になっての漆黒丸な。へえ。なんか思ったよりメカメカしとるけど。俺の漆黒に染まれ。ジンペイ君にものすごい力が集まってる。これが漆黒丸。ねえ、みんなのさ、周りにあった木はどこに行ったん？最高のタイミングで最強ヒーローの誕生。これ以上ないくらい上がるー。上がるはいいけど強いかな、ちゃんと。こうなったらもう負ける気がしないね。うん、前のさ、ラントの最後のやつ
ゾディアックやったっけ、あれ武器の攻撃力101やったけんね、ふざけんなって感じやったけど。だがそれでも、うわーみたいな、パワーは私の方がはるかに上である。いやー、もうやってみるしかないよそれは。儚き星の者どもよ、滅びゆく大地で絶望を叫ぶがよい。いいえ、私たちは決して絶望なんかしない。やっと掴んだ希望の光なのだ。君たちはあの妖怪の生まれ変わりとかでもなく普通の人間やけんさ、あんまりなんかこう俺の中の妖怪どもよお前たちのパワーいいのでは、普通の人やし、少しの間この俺に貸してくれ。変身できる時点で普通の人ではないんかな。世紀のラストダンスといこうぜ。でも家族の力やんね、クーカちゃんの意見。世紀のラストダンス、何そのキザな感じのセリフ。ちょっと性格も変わったね。地球に接近した今、基盤やけど、ようやくフルパワーで手を下せるのである。何、どういうこと、離れとったらフルパワーでいけんかったん。何最初からフルパワーやけん、なんかもうすでに携帯変わるってこと？お前たちに私を阻むことなどできない。うわー、気持ち悪い。マゼラボルト、なんかあれやね、地球はドラゴンボールのフリーザ的な最終形態がちょっとちっちゃくなるっていう。見せてやる、次元の違い。あれと同じぐらいのちょっとね、いや、俺たちが培ってきた力は今この瞬間のため、どれだけ敵が強大であろうと一歩も後には引かない。私たちは専用のやつやないやん、ちゃんとね、見たことないやつ、新しいメダルいっぱい増えた。兄貴に続け。今までのやつも何手まで伸びるよ。うわ、ルフィ要素まである。フリードだけじゃなくて、闇を抜き散る。やめてくれ。何、どこ行った、私は、あ、いた、手前に行った。普通に見えんかったんやけど、やば。グランドオーダーアースブレイク、うわ、どういう技かがよくわからない。いや、やめてよ、素早い。すげえだろ、くっそ、それやめて、攻撃。いや、めっちゃリーチ長いけんさ、もうみたいな感じだわ。闇夜の奇襲、正面に行ったらいかんね。でもなんかね、素早い剣ね、速攻で振り返られるんだって。真の力を見せよう、ね、ありがとう。あ、一人でやったん、二人がかりぐらいかと思った。キングドジュラスは結構あの誰やった、あのリゲルやったっけ、あれの右に攻撃範囲広い剣助かるんよね。ちょっと待って、ここ、いただくのよ、守ってみせる。きつい、あ、待って、いったね、今だ。あの攻撃結構苦手なんですか、私。真の力を見せよ。得意な攻撃とかないけどないけども、これすごいさ、すごいさ、ギリギリのところで耐えて、まさかの全員残っての仕留める勝利いけるんじゃない？仕留める。ねえ、なんかいけそうじゃない？そこよ。何度も立ち上がる。追い詰める。変身モモンガーレディ。やった。ほら、いけたよ。イエーイ。ちょっとモモンガーレディ変身して終わったけど。やったか。変身して。お、これあれやないの？赤き魔人の力。どっちのやつやない？思い知らせてやるのである。まだなの？魔人だと。おい、あれ。何？なんかこっちに来るっしょ。何が来るの？マザラは今ここで倒したよ。最終決戦、果てしなき闇のマザラ。最終決戦なんでしょ？ふっ。何？何これ？これは何？マザラじゃないよね。だってマザラ今ここで、朽ち果てたはず。誰？何？何がやってきた？絶望する。マゼラタイタン。マゼラなのこれも。でかすぎだろ。おい、アイテムメダルだ。図体だけじゃない。さっきと桁違いのパワーを放っている。あんなのが破壊やり。ああ、どうすりゃいいんだよ。オッケー。ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。
最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。え、てかなんかまたびっくりマーク出てますけど、あれで戦うってことよね、マゼラタイタンだっけ。やばくない、なんかあれこそ最終形態じゃない、どういうこと。